試合連続ゴール。セレッソの熱い男が同点ゴールを決めました。はい、まあ、これも4人一に集中したところ、裏に木本がいると、やっぱそこにはギャップというかね、対応しているのが、まあ、小野瀬と宇佐美だったので、はい、まあ、ミスマッチは起きてましたね、ここで。でもこういうところにしっかりと詰めている豊川もさすがですね。ですよね。はい、